イワシ、今回包丁でなく梱包用の PP バンドを使う。バンドを曲げて身を撫でる。こんな感じ。皮を剥ぐ。気になれば取る。バットに塩を振ってイワシを並べる。塩を振って冷蔵庫で1時間寝かせる。ニンニクを刻む。青じそを刻む。レモンをたっぷり用意。鷹の爪。水気を拭く。器に並べる。お酢少々。レモンたっぷり。ニンニクと青じそ。オリーブ油。鷹の爪と胡椒。またレモン。いただきます。イワシって本当に美味しい魚ですね。ではまたお会いしましょう。バイバイ。